カな。ヤダマンティス様、すでに城内のほとんどの者が冥界に向かいました。パンドラ様のご命令によりこのハーデス城は間もなく崩壊します。ラダマンティス様はどうぞお早く。分かっている、今行く。ただちょっとネズミが紛れ込んでいたのを見つけたのでな。それもゴールドセイントの大ネズミが3匹もだ。どうやらサガたちにくっついて城内に入り込んだらしいな。まさに飛んで火にいる夏の虫よ。やつが冥界の三巨頭の一人と言われるラダマンティスか。だがあいつがいかに最強とはいえ、ゴールドセイントの俺たち三人が束になっても歯が立たんとは。信じられん。何度やればわかる。そんな剣など蚊が刺したほども感じぬわ。冥界三巨頭の一人と言われるラダマンティスか。ちょろついておるわ、ゴールドセイントの大ネズミ。レディーファその呪さは。Oh!
さは。これからです。なかなかやります。なんて、なんで、もはや我慢できん。俺がやる。レディラダマンティス、ラダマンティス。
我が剣は稲妻のごとし、それを見据えぬお前に勝機はない。